快適性を追求した証たどり着いた答え、コールマンマスターシリーズ。セット内容の確認です。お出かけになる前に一度パーツなどの不足がないか必ず確認してください。タープ設営の際は水はけがよく、できるだけ平らな場所を選んでください。また風の影響を受けにくい場所を選んでください。スタンディングテープをねじれがないように広げ、コーナー4箇所をペグで仮止めしておきます。シルバーのメインポールを伸ばし、ポールについている赤色の線が隠れるまでセンターハブの奥までしっかり差し込みます。メインポールの端をエンドクリップに差し込み、メインポールを立ち上げます。本体を広げ、コーナーループ4箇所を緩めます。本体をメインポールにかぶせます。本体の端についているフックをスタンディングテープのコーナー4箇所にあるリングにかけます。本体内側についているベルクロテープをメインポールに留めて固定します。4本のサイドポールをそれぞれ伸ばします。本体内側にサイドポールをセットします。サイドポールの端をメインポールについているサイドポールモールドのピンに差し込みます。本体内側についているベルクロテープをサイドポールに留めて固定します。仮止めしていたペグを抜き、設営位置を決め、4箇所のループを風上より A、B、C、D の順に対角線にペグを打ち込み、タープを固定します。ペグは60度から90度の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。コーナーループを締め込み、たるみを取ります。本体4面の張り出しの部分の裾についているループをペグで固定します。風で裾がめくれ上がったり、雨の吹き込みを減らします。本体4面の張り出しの部分の裾についているループをペグで固定します。ストームガードシステムによりタープの安全性を高めます。
各コーナーのストームガードに付属のロープを結びつけペグで固定します。本製品にはスクリーンタープ天井部に発生した結露の落下を防止するライナーシートが付属しています。使用する場合は次の手順で取り付けます。ライナーシートのテープが赤の服をメインポールの手が届く高さの場所にかけます。メインポールに沿うようにして反対側に引っ張ります。中央のモールドから反対側のメインポールにテープが黒のフックをかけていきます。対角線側のメインポールにもテープが黒のフックをかけていきます。ライナーシートのサイドについているショックコードで固定されたフックをサイドポールにかけていきます。前室をキャノピーとして活用する場合は付属のキャノピー用ポールを使用し、付属のロープを結びペグで固定し、自在を締め上げ調整します。スタンディングテープを外す場合、巻き上げて付属の収納ケースに収納できます。結露の落下を防止するライナーシート。両サイドに D ドアがあり、出入りがスムーズ。両サイドにメッシュパネルを装備。室内環境を快適にするベンチレーション。テント内に蛍光ランタンをかけられるランタンフック。耐久性に優れた超撥水加工のテフロンコーティング。紫外線の繊維に与える影響に対し抜群の耐久力を持つ UV プロ。本製品はウェザーマスタートンネルスクリーンタープとのジョイントが可能です。ジョイントはタープ設営後に次の手順で行います。スクリーンタープの側面のフラップを巻き上げておきます。ジョイントは4面どちらの側でも可能です。ジョイントする側のウェザーマスタートンネルスクリーンタープのアーチポール側面のフラップを巻き上げます。ウェザーマスタートンネルスクリーンタープの側面を本スクリーンタープの中に差し込みます。巻き上げたフラップ面をウェザーマスタートンネルスクリーンタープにかぶせます。本製品はコールマン製キャノピータイプのテントとジョイントが可能です。ジョイントはタープ設営後に次の手順で行います。
スクリーンタープの側面のメッシュを巻き上げます。スクリーンタープに付属のテントジョイントフラップを取り付けます。テントジョイントフラップの端についているフックをタープ内側のポールにかけて取り付けます。フラップは4面どちら側でも取り付け可能です。ジョイントする側のキャノピー、サイドフラップを巻き上げます。ジョイントするテントをタープの中に移動し、ステップ2で取り付けたテントジョイントフラップをテントにかぶせます。テントジョイントフラップの端を固定します。テントジョイントフラップ端に通っているジョイントローコードを締め込み、タープとテントを密着させます。本製品は別売りのジョイントフラップ4ウェザーマスタースクリーンタープコアを使用して、同じウェザーマスタースクリーンタープコア同士のジョイントも可能です。タープを固定したロープ、ペグ、ポールをすべて取り外します。前後の屋根の四隅を持ち、中央を折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで長方形にします。長方形をさらに内側に折り込み、4分の1サイズに畳みます。ポールをすべて折りたたみ、ポールケースに収納し、本体を巻いてキャリーバッグに収納します。まず畳んだ本体をポールケースを芯にして巻いていきます。最後にキャリーバッグをかぶせて収納します。